凹みのない形というのは皆さん直感的にすぐ分かるかと思いますこれ数学的にどういう意味か分かりますか、えー、とこれはえと集合の中の2点を結ぶ線分が必ず元の集合に含まれたら凹みのないすなわち凸集合であると言いますところがこの今のこの右側の集合なんかいうのは線分がはみ出ますからこれは凹みがあると突集合ではないということになりますでこのような突解析において最も重要な定理が分離定理と言われるものです 分離定理とは凸集合が2つあるとへこんでない集合が2つある時に共通部分がないならばその集合を分ける直線が必ず取れるというものです直感的には明らかですよねこれは凸であることは結構本質的でして例えばへこんでるとどんなに頑張っても分ける直線取れない場合がありますねですから分離定理においてへこみのないということは非常に大切なことなわけです さて今日はその分離定理を使って示される結果を1つだけ紹介します高校でも習うあの線形計画法というものについて説明しますこれはあの条件を満たす領域の中で X たす Y を最大化しようという問題ですでこの場合は最大値は2ということになるわけですがちょっと唐突ですがこの元のこの問題から違う別の問題を作ってみますますず最最大化と最小化と小を入れ替えます 5x+9y となっている59は元の問題のここから持ってきます。えっとそれからえっとこの32545というのを転置して縦横を入れ替えてこんなふうに並べます。不等式はひっくり返します。11という数字はここの係数11を持ってきます。そしてえっと最後の不等式は変えません。このようにえっと問題を作ったときに同じ操作をもう一回やると元の問題に戻るというのはわかりますでしょうか。 ですからこの2つの問題には互いに次いである相対性というのがあるわけなんですでこの実はこの2つの問題について非常に面白い結果が出てきます双方の最適値というのは必ず等しくなりますと元の問題は2でしたからこのもう1つの問題も2になるとでこのちょっと不思議ななんでこれ示されてるんだろうなというこの結果自体がえと先ほど説明した分離定理から示されるわけです、えー、と分離定理というのは非常にシンプルでえと分かりやすくてかりやすくて えとまあ、こんなことから何か出るのかというのはちょっと疑問に思うかもしれないんですがそういうことを使って例えば数二数三で学ぶところの下に凸な関数なんかにもペアとなるような、えー、と別の下に凸な関数があったりするわけです。えー、と凸解析自体は比較的歴史の浅い学問ですので私たちのやってるグループでもいろんな相対性や結果を、えー、と示すことができています。皆さんんも一緒にに凸解析についてて勉強してみませんか